日本郵政の西室太蔵社長はチルド U パックを常温で取り扱った問題の責任を取って給与の一部を自主返納すると発表しましたグループの最終責任は日本郵政の社長である私の身にある西室社長は記者会見で日本郵便の中核である郵便事業でこのような問題を起こしたことを深くお詫びしたいと述べ 給給与与のの10%を3ヶ月自自主主返返納納すすると発表しまししままた郵政グループの役員など5人も一方、日本郵政が運営する宿泊施設かんぽの宿など18の施設でメニューに誤表示があった問題について西室社長は客への賠償は円滑に行われており正しいメニュー表示にも素早く対応したとして社内処分は行わないことを明らかにしました。